ピよ。こんばんは。足が痛い。ツイートしようと思ったんだけどちょっとなんかできなかったんでまだ書き終わってなくて初出しになっちゃった。あ、メールには送ったけど。ギフトありがとうございます。今日中に投稿したいんだよな、これ。そういえば、キツネさんのミコ生写真が販売中です。明日までらしい。明日の1時までかな。ぜひ皆さん、忘れなく。ギフトありがとうございます。ハートキラキラハート。どうしよう、ツイッターしようと思ってたんですけど、ありがとう。え？配信してるよ。そう、マナの、昨日かマナの卒業公演。そんな感じしない。今日が長かったからな。昨日もだけどな。昨日の昼公演はもう4日前ぐらいのことのように感じる。そんぐらい昔のことに感じる。そう、昨日は昼夜の間で配信したのはマナの卒業のお祝いのイラスト、ドレスのイラストを描きたかったから、夜時間ないのがね目に見えて分かっていたので、そうなので先に配信しました。ドタバタしちゃうの嫌だからね。ちゃんと珍しく三村さんは計画的に動きました。間に合ってよかった。そう、特別にちょっとだけマナのレース見せてもらって、ゲーム部の帰りに新幹線で
ラフ書いて、で1日かけて、まあラフからちょっと線が整えて色塗りしてみたいな感じです。うん、そっか、まだもう卒業しちゃったのか、そんな感じしないな。うん、まだ普通におはようって言いそう、当たり前って。そうで、今日は朝頑張って6時ぐらいに起きて幕張メッセまで来たんですよ。大変だった、早起きするの。起きれるか不安だったけど、なんとか妹がね一緒に来てくれて、そう、まあ、メールにもちょっと書いたんですけど、もうツイッターの文章をさ、そう、そうだね、東京駅からも30分ぐらい、快速で、快速だと30分ぐらいで、だからまあなんとか間に合ったんですけど、フォトバイ妹。投稿する、ピッ。お待たせ。そう、幕張メッセに行ったんだよ。へへ。ほら持ってきたんだ、にごみく。かわいいでしょ。そう、そもそも知らない方に説明すると、このセカライっていうのは、プロセカっていう音ゲーがありまして、ソーシャゲですね、ソーシャル SNS スマホアプリゲーム、スマホオートゲーアプリゲームの、そう、プロセカっていうのがあるんですけど、そう、プロセカのリアルライブイベントですね、リアルライブイベントが26、27、28に3 days 5公演あって、大阪で来月あるんですけど、東京公演っていうので3公演ありまして、それで、まあ、自分もともとプロセカすごく好きでですね、そう、前からチケットを取ってて、そう、この日はもう、この日はこれに行ってきますって、もう
マネージャーさんにも伝えてあるぐらい楽しみにしてたのでございます。わあ、ミクちゃんが落ちてくる。そうで、内容といたしましては、あの 3D のアバターたち、キャラクターたちが生バンドに合わせて歌って踊るっていう、うん、でまあいわゆる、なんだろうな、見方によっては映像作品なんですけど、まあこうボカロ文化を好きな方、マジミラとか行ったことある方はもしかしたら分かるかもしれないんですけど、ミクちゃんがまるでそこで踊ってるかのように投影するんですよ。まあこれは夢のない話かもしれないんですけど、逆に言うと私は夢のある話だと思ってて、そういう技術がね、もう10年前ぐらいからそう最先端でやってきた先の、まあ、新たな一つなんですね、このプロセカっていうのは。オリジナルキャラクターとピュアプロキャラクターのこのボカロちゃんたちが歌って踊ってくれるよっていう。でなんか前までは5公演全部同じ演目だったんだけど、今回からパワーアップして衣装が曲ごとに違ったりとか、楽曲もヒリオルで変わったりするようになったんです。そんなヒリオル見なきゃいけないじゃないですか。でなんかフューチャーメンバーが変わってて、昼がかなでちゃんが昼がフューチャーだったので、昼いいとこで見て、夜はまあちょっと後ろの方のね値段も下がるので見ようと思って、で昼は結構すぐ当たったんですよ、アプリ内選考で。 SS 席、グッズ付きのね SS 席が当たって、で夜は結構外れてて、まあ千秋楽っていうのもあると思うんだけど、なんかその A 席とか S 席の方は結構バババッと当たったので、あ、外れちゃったのでどうしようって思ってたら、一般販売の時に S が当たって、でも結局ね、昼公演は最前ブロックのちょっと下手寄りの前から5列目。すごくないですか、前から5列目ですよ。あのそのまあ映像投影なのである程度ステージから距離はあるんですけど、やっぱ後ろに行けば行くほど前の人の頭で被る率が高いじゃないですか、遠いし純粋に。全然快適さはね違いましたね、 SS 席の方が良かったですね。で夜の方は C ブロック、 ABC の C ブロックの15列目とかで、まあ、結構後ろの方なんですよ。最後ろとは言わないんですけど、もう一個 A 席があるのでなんですけど、まあブロックの中でも後ろの方だったから、まあなかなか見づらくてですね。でもサイドにスクリーンがあって、ときめすみたいな感じでね、あれに映っ、はい、何でしょう、にんにに、あ、妹が来た、お届け物です。なーにー、なんだっけ、両手いっぱいの笑顔だよ、スマイルだよ、スマイルだよ、なんか来た、妹が、勇気りんりん、妹がなんか来た、そう妹が、妹はでも明日めっちゃ朝早いから配信あんま参加できないって言ってたんだけど来てくれました、優しい。今語ってた、聞いてた、ちょっと見て、載せてるの、かわいい、かわいいでしょ、ね、あよしやった。そうで、こちらがね、ペンライトです、イエーイ、全部買ったよね。すごいいいでしょ、ごついでしょ、ペンライト、ペンライト超ごつくない、めっちゃいいでしょ、1本じゃない、そうごつい、いたちゃんと痛かった、そりゃ痛かった。でこれ銀手なんですけど、うわ銀手が前からも後ろからも出てきたの、すごい。なんか私昼公演もちろん銀手ゲットしたんですよ、前から5列目だったからね、うん、だからあ、やっぱ前からだとこう簡単にゲットできるなとか思ってたんです。そのまま空中でキャッチできるぐらいの近さだったので、マジで取れた、そう初めて取れた、わかる、はなんかあんまりね、そもそもライブとか参戦しないけどさ、空中に手伸ばしたら降ってくるの、そう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 、そうえ、さしたらさ、夜公演後ろの方だったって言ったじゃないですか、そしたら後ろからも出てきたんですよ、すごい、よしすごくないですか、銀手が、素晴らしい、しかも、うん、取れなかった人用に出口で、そう出口で銀手配ってくれたりとかしてて、めっちゃ良心的な、はい、感じです、マジで。でもこれがね、ごついごついペンライトなんですけど、ないから話そう、まあ楽しかったんですよ、ヒリオルね一通り、そう、まあ中身とかはね、ネタバレ、まあネタバレっつってもまああれですけど、
でもね、大阪行く人がいるかもしれないあの声出しが OK で、うん、だからめっちゃ声出しました。楽しかった。でさ、私はさ一応アイドルをやらせていただいてる身なので、コールというものにね、うん、長けてるわけでございますよ。慣れっこなわけ。うん、でもそのもモアジャンっていうアイドルのグループがあるんですけど、だからねその子は結構そのグループは結構アイドル風のコールが多くて、うん、なんとかかんとかはるかみたいな、なんとかかんとかみのりみたいな感じで結構ねあるんですけど、なんかもうつい癖でね言っちゃうのよ、うん、タタタタタタタフフータタタタフフーってやっちゃう。あれもともとあんのかないのかちょっと絶妙に覚えてないんだけど、あった気がするんですけど、多分あった、あったよねもともと。なかったらどうしよう。いや私もでもオタクプロですから。あそう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 、よっ、あいて、なんか倒しちゃった、まあいいやそうとか、あと何でもやっぱ適応能力が高いっすよね。うん、そう楽しい。そう、ウェーっつってないと、ペンラのね、多分振り方がね、うん、わかるよね。え、こうじゃないの？違う、あの即座にわかるよね。あ、そう。だからこうケチャ系のやつの時とドンドドンヘイドンドドンヘイの時と。あれさ、ちょっとね AKB 界隈でも気になってたんだけど、はい、私が小学生とかの時にパパに連れてってもらって AKB がいっぱい入った時って、おおはいおおはいってやった記憶があった、うん、おおってなくなっちゃったの今本当に関係ない話なんだけど、最近ない、最近ないよね、はいだけになった気がして、うん、なんかね昔は確かに私もおおはいおおはいのイメージあったけど、うん、最近確かにあんまり聞かないよね。ごめんめっちゃ脱線した。けどもそう思う。そうでもさ、その歌わりごとに、うん、超絶かわいい、うんみたいな、みのりみたいなのはないんだよ ね、うん、ね入れたくなるんだけど、文化が違いすぎるから。歌割りがそういう歌割りじゃないの。うん、ありそうだけど、だからそのアイドル親衛隊ぐらいだよね。うん、うん、そうそうそう、ボーイングって言うんだから。あ、そうなんだ。なんか生えてきた、なんか葉っぱ連れてきた、葉っぱ連れてきちゃった。そう、楽しかった。 NGT がないの、うん、そう、ボルトワットアンペアヘルツヘルツっていう掛け声があるんです。アイムマインって楽曲なんですけど、もうね天才なんです、すごく好きで。それはピアプロキャラクターのねボカロの6人が歌ってる楽曲の、でその中でコールがアンペアボルトなんです。超面白いですよね。I'm Mine っていうね。ぜひ聴いてください。超いい曲。マジでいい。あの2番聴いてください。って言ってる。2番がスーパーリンレンタイムなんで。アサヒはね、リンちゃんが好きなんですよ。イエイ。なのでリンちゃんのグッズとかを持っていきました。はい。私は2号推しなので、とりあえずニゴミクのぬいぐるみと、あとはもうなんだろう、2号、あ、これはリストバンドですね。これは。SS 席の特典の、そう、リングバンド、リンバンド、うん、楽しかったね。そう、可愛かったな。やっぱ、うん、でも SS 席しか勝たんって気持ちはなった。それな、多分 SS 席の中でもいいとこだったよね、うん、いいとこだった。前の方だし、 B まで SS じゃない、B ブロまで。あ、そうなんだ。じゃあ本当に、どうかな、分かんないけど、めっちゃ良かったから今後も絶対先行で買おう、うん、アプリ内先行だといい席なのかもしれない、やっぱちゃんと。いや本当に良かった、良かった。キャラクターの表情まで分かるし、うん、ライトで当たってない準備してるとこまで分かるし、一挙手一投足が分かるから、うん、ファンサもらったしねー。いや私だからね、はるかちゃんからファンサもらった。私だから、ね、私だから、ね、ファンサもらった。で全員あそこにいた人が全員思ってる私にファンサくれたって、みのりちゃんの気持ちになったもん。私にくれたからっていうファンサもらった。これは私です。
あと私の中のハイライトは、まあ、楽曲もいっぱいあるんですけど、うん、2位5だったらロウアーの2サビのあの逃げ出せるようにのところで奏が真冬を逃げ出す仕草をしてたのがすごい刺さったの。手を取ってね、手を取ってめっちゃ良かった。でもあれ夜なかったから、あ、まあね、ちょっとね、見たかった、もう一回見れなかったけど、まあ、角度的に確かにそうね、良かった、めっちゃ良かった、うん、でローはめっちゃ好きなんですよ、そもそも。あと2位5で言ったらザムザをやったんですけど、うん、ザムザでこれもカナマフですけど、だからもう現実はもういいなんて言うなよザムザオッケーのところで、ね、もうなんかこう向けてた、そう、かなでは真冬の方向いて真冬はかなでの方向くって振りがあるんですけど、うん、あそこもともと 3DMV の何ですか、なんて言ったらいいんですか、映像作品の中だと、うん、ピンスポットピンライトがそれぞれに当たって、マジなんかもう2人しかいない空間みたいになるんですけど、うん、ライブだとそうもいかないじゃないですか、うんうん、全部真っ暗にして2人ピンにはならないので、立ち位置的にはカイト兄さんが真ん中に立ってるんだけど、そこの歌割りになる瞬間だけ右に行って戻ってすぐ戻ってきてズキズキってやってたのがなんか揺れには挟まれないカイト兄さんみたいで、ちょっと勝手にツボになっちゃってあのカイト兄がそういう配慮しないだろうっていう爆笑感すごいシュールで、うん、絶対ツイートしよう、マジで絶対ツイートする。ザムザの私のおすすめポイントも何話さなきゃ、ズキズキズキの話、ズキズキズキっていう振りがあるんですけど、カイト兄さんがズキズキズキって1番2番どっち？1番だね、みんなに与えてく、こうなんかズキズキさせるときに通った人がどんどんズキズキしてくっていう振りがあるんですけど、最終的にかなでちゃんからグサってやられてズキズキ自分に返ってくる、返ってきてた、うん、それがね一連の流れが、うん、だからそういうの普段は 3DMV のカメラワークでしか見られないものが、うん、一面で見れたからね、そうそうそう、定点、いやそう定点、DMM の定点みたいな感じでね見られるっていうのが、まあ、ライブのいいところですよね。コールもできるし楽しかった、ももじゃん、ほんとももじゃんはほんとコールが楽しくて楽しかった、とにかく楽しかった、ももじゃんはコールが、コールって楽しいんだね、楽しいんだよ、オタクの気持ちが分かった、はい、なんか一番ん昼見た時は、うん、瀬戸里な全く情報入れないで見たから、うん、ワクワク感がすごくて、うんうん、何が来るかは楽しみみたいな、次誰だろう何だろうみたいな、うん、で夜も変化するところがあったから瀬戸里が、うんうん、それもすごく楽しかったんだけど、うん、それ以外の2回目の曲っていうのはコールできる曲が何より楽しかった。ああ、ジャーニーとか。一回ね、ショータイムルーラーとか。うん、要は昼公演を練習として昼公演に生かした。いや、なんだろう。単純にもうネタバレ食らってる身だから、うん、新鮮さ以外にやっぱ楽しみとしてはやっぱコールできる曲が圧倒的だったね。だからみんなが何度も公演とか来てくれるのはあれコールできるからなんだ。いや、そうです。そうです。コール楽しいんだな、みんなにしてるコールなんて、え、うん、推し以外に、まあそうね、すごくだからみんなの気持ちが分かったってメールにも書いたんですけど、うん、楽しいんですよ、すごく分かった、オタク的には。そう、あとメールに書いたのはね、とにかく ZOZO コラボが本当に良いって、ね、本当に可愛かった、なんかブースがあってね、生地がいいんだもん、だチケットなくても入れるやつ、 ZOZO ってすげえな、があって、そう、ゾゾタウンさんとプロセカのコラボをしてて、そうでね、もうずっとねこれ可愛いあれ可愛いって話はしてたと思うんですけど、うん、実物が展示されてまして、うん、それを見たんですけど、まあとにかく良かった、いいね、良かった、そう、これはね普段使いできるものとできないものがあるけど、どちらにせよ素材がちゃんと服だから、うん、そうなのそうなの、ペラペラのさよくあるグッズって感じじゃなくて、あ、そうじゃない、そうグッズっぽくなくて本当にアパレルコラボみたいな感じだから、そうそうそう、マジでよくて、なお欲しくなってしまったね、うん、どうしようって感じ、りんちゃん、りんちゃんグッズが欲しくなるけどね、あんなんね、え、そう、困るよね、推しと同じ服着れるってことでしょ、そうなんだよな、無理だよ、もう本当にお金がなくなってしまう、うん、悲しくなってきちゃう。
黒は着たいな。でも慣れストレートに合わないよ。絶対に合わない本当に。胸下切り替えほど。じゃあ似合う服、似合う服を。似合うようになるんだよ。似合わないよ。鬼ベルトで締めるとかしないと多分ね。あ、まあ確かにね、そういう着方だったら全然ありだと思う。そう記念品、そう記念品とかじゃなくてちゃんとねこう普段使いできるっていうのは私としても嬉しいな。ペンライトは悩んだんだけど、アザリが買った方がいい本当にって言ったから買った。あのペンライトってそのライブ、その公演、その現場に行ったっていう何よりの証拠で、そのペンライトを現場で振ってることでペンダを持つだけで思い出が蘇ってくるという。確かにね、マジでね、それは思った。熱い商品なんですよ。楽しかったでしょ、だって振ってて楽しかった。色変えやすいし、これめっちゃ変えやすい、めっちゃ変えやすい。これ似たような色いっぱいあるんだもん。メンカラとメンバーカラーとグループカラーがそれぞれ入ってるから、全部で何色だ、6、7、6、7、5、5、5、5、5だから25+7か、25+7は32色。うん、カラーコードで決まってるタイプの32色です。これ多いでしょ。そうプロセカ用ですね。楽しかったな。まだまだ語れることいっぱいある、うん、あのモーションアクター考察はそれどころじゃなくて普通に楽しすぎて、うん、でも私は分かんないです。夜の1曲だけ頑張って見たんだよね、うん、世界だけ。でも合ってるか分かんないから後で755投稿してみるわ。おお、投稿してみて合ってたら、合ってたらイエーイって感じ。モーションアクターはね、分かったら多分それはそれで面白いと思うんだけど、うん、分かったらなんか失礼なのかなとかも思っちゃって。ああ、一周回ってね。そう、でも私はりんちゃんが可愛かったから満足です。本当に可愛かったの、本当に可愛くてって言ってる。衣装が全部似合ってる、一番可愛い。衣装変えてくれるの本当良かったです、うん、可愛かった。楽しかったんだ、イエーイ。マジで可愛いね。もう58分だよ、日付変わっちゃう、どうしよう。ピンピン、じゃあみんな月曜日頑張ろうね。ファイト月曜日、うん、頑張れ。あ、じゃあこの状態で壇上見ます。13位むつきさん、12位太郎さん、11位ゆきりん55さん、10位えいたろうさん、9位突破球さん、8位しんいちさん、7位ひよりげたさん、6位ようちくんさん、5位とうごさん、4位よしさん、3位 MS さん、2位とおるさん、1位いちたさん、ありがとうございます。ありがとうございます。全然まだ話せるんですけど、うん、パンフレット読みながらもう一文一句考察できるからね。考察まあ、ね、語れる、語れる、語り尽くせる、うん、ということで皆さん今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。また明日おやすみブラー。アーカイブって変えるのかな。変える。りんちゃん見てください。もう0時になったよ。嘘、おやすみ。